こんにちは。今日はヨークから編む春色のセーターの後編になります。使うかぎ針は引き続き10号です。前編では身ごろと裾を編んできました。後編では袖と襟ぐりを編んでいきます。まずは袖から編んでいきます。脇の下の中心の横、長編みの足に針を入れて糸をかけて持ってきます。鎖3目で立ち上がって、マーカーをつけておきます。編み方は身ごろと同じです。同じところに長編みを2目、そして横の鎖編み3目のところに長編みを3目、玉編みと玉編みの間の鎖編みのところに長編みを3目。これを繰り返して最後まで1周編んでいきます。最後まで編んでいきました。最後は長編みの足に長編みを3目編みます。そしてマーカーの目に引き抜きです。これで1段目が編めました。袖は1周42目になっています。ここから2段目、鎖3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。さらに鎖編みが1、同じところに長編み、長編みを3目飛ばして長編み、鎖、長編み、これを繰り返して最後まで1周編んでいきます。最後まで編んできました。マーカーの目に引き抜き編みです。これで2段目が編めました。3段目は玉編みです。長編みと長編みの間の鎖編みのところに針を入れて引き抜き編み、鎖編み、2目で立ち上がってで長編みの未完成を4目編みます。一気に引き抜き、玉編みの頭にマーカーをつけておきます。鎖編みが3目、次の鎖編みのところに玉編みを編みます。鎖編みが3目。これを繰り返して最後まで1周編んでいきます。最後まで編んできましたら、マーカーの目に引き抜き編みです。これで3段目が編めました。次は4段目、1段目からの繰り返しになります。玉編みと玉編みの間に針を入れて引き抜き編み。鎖3目で立ち上がって、マーカーをつけておきます。同じところに長編みを2目、次の穴に長編みを3目、このようにして最後まで1周編んでいきます。このようにして3段1模様を好きな袖の長さになるまで繰り返し編んでいきます。袖を17段まで編んでいきました。長さは35センチぐらいになっています。袖の最後の段、17段目は長編み、鎖、長編みの段で終わっています。ここから袖口を編んでいきます。鎖3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。ここから引き上げ編みです。次の長編みの足を前から取って、
長編みを編みます。次の長編みは後ろから足を取って長編みを編みます。このようにして表引き上げ編みと裏引き上げ編みを交互に編んでいきます。最後まで編んできました。最後は表引き上げ編みで終わっています。マーカーの目に引き抜き編みをして、これで1段目が編めました。袖口は立ち上がりを含めて28目になっています。2段目、3段目と繰り返し好きな長さまで編んでいきます。袖口を3段編みました。もう一度糸を引き抜いてここでカットします。こちらの糸端はとじ針で処理をしておきます。糸処理ができましたら反対の袖も同じようにして編んでいきます。どちらも袖が編めましたら最後に襟ぐりを編んでいきます。肩のあたりに針を入れて糸をかけて持ってきます。鎖3目で立ち上がって、鎖3目目にマーカーをつけておきます。同じところに長編みを1目編みます。隣の作り目に長編みが2目、隣の作り目にも長編みが2目、このようにして最後まで一周編んでいきます。襟ぐりは立ち上がりを含めて48目になります。最後まで編んできましたらマーカーの目に引き抜き編みです。これで1段目が編めました。2段目は鎖3目で立ち上がって袖口と同じように表引き上げ編み、裏引き上げ編みを交互に編んでいきます。2段目が編めましたら3段目も同じようにして編んでいきます。3段まで編んでいきました。もう一度糸を引き抜いてここでカットします。こちらの糸端はとじ針で処理をしておきます。すべての糸処理ができましたらこれで完成になります。とっても可愛い春色のセーターができました。とじはぎなしで簡単に編めますので、ぜひ編んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。